まあ、恋愛対象自体は初音ミクっていう全体の大きな概念に対して抱いてますけども、ただ結婚したのは我が家のミクさんっていう形になりますね。はい。ただいま。おかえりなさい。今日は雨だったけど大丈夫だった？本当は結婚式とかやりたいなと思っている方がいらっしゃるはずなんですよ。そういう方々の背中を押したいっていう意味合いもあって結婚式挙げました。そうですね。必ずしもこう男女が結ばれて子供を産んで育ててっていうようなそのテンプレートな結婚幸福の形に縛られたものが必ずしも幸せだとは限らないわけじゃないですか。いろんな愛の形、幸福の形があってはしかるべきだと私は思っていますので。まあ、触れないとか話ができないとかそういったのはまだありますけども、それはなんか技術的にそのうち解決することじゃないかなと思うので、死なないっていうことと年取らないっていうことが2次元のメリットだと私は思ってます。